競馬レース展望ですこの時間は3月24日木曜日の展望を行ってまいります今日のお解説は日刊スポーツ池永博美さんですどうぞよろしくお願いしますお願いします、えー、2日間競馬終わりましたが本当にこの2日間よく晴れて、ね、気温も上がって晴、はい、らしくなりましたねはい、はい えー、いい気温の中でレースを行われているんですがちょっと時計かかってますか、間時日がね、うん、ちょっとかかってますね、やはり21日に、ね、入れられて砂の影響もあるでしょうね。馬場全内側に入ってということなんですがただあ、客室的には割とどこからでもやっもう1レースから3レースまで逃げ切り、ねうん、ああそうでしたけどもね、はい、ただ外から刺してくるという馬もいるんですよね、ね直線でね、はいえー、そんな傾向がまあ続いてはいるんですがやはり前に行った方が多少有利かなという感じでしょうか。 はい、さあそんな中、明日木曜日の競馬が行われます全部で12レース行われますがご覧のようなラインナップですえ明日は7レースにコバのオープンそして8レースに3歳馬のオープンということでオープンのレースが比較的早く行われるんですけどもねそうですねはちょっと揃いませんでしたね、はいえー、後ろになったと、えー、早くなったという、ね、形なんですけどもね,、はい、で,ねではあ11レースの展望から参りましょうオッズパークシルバー杯 B1 クラスの一戦がメインに組まれました。 えここは東邦ガや昨年のダービー馬も登場ということになるんですが池永さんの印ですやはりその昨年の兵庫ダービー馬に印本命入りました前走、休み明け、まあ、B2 ではさすがに不甲斐ない競馬できないということで,、ねでね、きっちり勝ちましたが、ねはい、<laughs> 今回、昇級戦になります。 まあ小球戦行ってもね一応去年 A に買ってるんですけどね。えー、ビーチはまだまだ軽いですね。そうですね。はい、えー、ここももう通過点にしてもらわないとというところですよね,ね。やはりオープン目指してほしいですね。<laughs> はい。えー、もう資格あまりないと見てますか？うんとねこのまねあの、うん、そのかっ で去年、A に勝って以来勝ってないんですよね、まあ、あーレース維持も重症度が多かったですけどね、うねえー、なんかこう勝ちにの遅いというところでね、それで、意地悪売打ったんですけどね、はい、どうも何かで負けたししらそんんな気もしてるんですか <laughs>、はい、というのは、やはりあの昨年11月にこの B1 条件、2着なんですよね。 そのあたりの懸念というのがまだ少しある、ね、ということですかただ軸としてはやはり本命でと信頼したいとなんですが、ねまああのー、馬券から飛ぶことはないでしょうね対抗に9番レッドダニエル、まあ、この逆転の目が多少あってもとということなんですね,そうですね前回、癒してきましたからね、はい、マクシ島海段に逃げ切られましたけどね、頭差でしたからね、そこまで飛びてますんでね、えー、やはり変わり目、怖いですね、2>, 2走目のね。はい この前走、接戦演じたマキシマム・カイザーという馬もまあ4歳馬で、東高がいやともにね同じ、マキシマムカイザー4歳馬で、はい、でこの馬も結構重症戦線に逃げました馬ですからね,そね、はいはい、その馬と接戦を演じたというレッドダニエル、はい。でえあとは2番のリオベラ、こちらに黒三角、ちょっと穴っぽい狙いですか。いい足持ってますんでね、うん、あの東高がいはもたもたしてますとね、はい、すごい足でね、先ほどおっしゃった直線 伸びますからね。そうですね。はい、直線の伸びますんでね、このまたあたりが飛んでくる可能性もあります、ねうんああ。そうですか。はい、ええー、それから四番手評価四番のエイブゴールドマンということで前走がちょっと崩れてしまったんですよね。そ,ねその他は本当に堅実な走行でした。はい。ただ勝ち身に遅い回復。二勝で二着十四回、三、ね、着八回というね。はい、まあ乗ってる方、えー、イライラしてるでしょうね。はい。ええー、ただ明日は巻き返しがもちろんあってもいいと。 見てるそうですね、あ日はぜひ2、3着には来てほしいですね、そういったことを言楽に怒られますけども、そして10番、スターボード、白三角、一番手ですがこれは逃げるのはこれが明白ですので、逃げますと結構、根はっこいですよね、ただ現状、どうでしょう、1230の方がいいタイプなんでしょうか、千四でも。ちょっと14長いかも分かりませんけどね、だけど楽に逃がすとうるさいですからね。で 8番の竹丸はどうですかはい。これの出方でしょうかそうですね。これも逃げ馬ですもんね。え、それから七番、タガノ・ラガーマフィン。こもうすらの時ね。2番なんかと一緒に突っ込んでくるでしょうね。はい。これも差しに構えて展開向けば突っ込んでくると、新しい旧車。今日参照しましたもんね。そうですね。すごいですね。ササラジョッキーもものすごい足で突っ込んでくるレースありましたしね。タガノ・ラガーマフィン、ま差しに行きたいということで最後の印になりました。ではフォーカスも見ておきましょう。 とということで3連単の6番、東高ガ外野からのマルチということでこれ頭固定ではなくてやはりこう取りこぼしを懸念されてといいことの狙いですね相手はまあ3頭に絞って9番、レッドダニエル2番、リオベラそれから4番、エイブ・ゴールドマンと。 相手さんと組み合わせとしては18点外と、ね、これもうずそうなんですね配分はね組み合わせによっては18倍割るような組み合わせが出てきそうなんでね、はいはい、えー、そのあたりはうまくう配分を考えていということになります、はいえー、明日のメインレースはオッズパークシルバーハイです B1 の1 4 0 0ル、3時55分のスタートですどうぞお楽しみくださいでは準メイン10レースの展望にも参りましょう 10レースは山吹賞です四歳以上 B2 クラス短距離戦です距離は1 2 3 0ル1 1等です池永さんの印はこのようになりました2番のウィンゴスペルがまず本命ということで前走のこの距離2着馬ですねそうですね一応打ったんですけどこのレース本当に難しかったですねあそうです印をのだいぶかかりましたスーッと急レースまで行ってね、えー、ここでパタッと止まってしまいましたかなり悩まれたんですねはい、はい でこのウィンゴスペル本命にされた理由というのはまあこの枠ですからね先行あのううししとねトにニー牛山がいますんでね三番手あたりつければというところですねま前走 B1 との混合での二着ですからこれは価値ありますよね山田ジョッキーも火曜日落馬があったんですけどもね元気に起乗してますからねまあこのぐらい四走前 C1 買ってますんでね四走前にねそうですねはい その時は圧勝だったんですよね。ねはい、えー、この距離も合うというところでウィンボスケルね。はい。はい、えー、で対抗の印が11番キャッツクローです。まあこれ大外のクリアですね。はい、すぐコーナーですからね。やはり千二百さんどうしても大外のクリアと言われますんでね。えーえー、それをクリアできれば面白いと思いますね。はい。はい、まあ以前ですとこう逃げないとというところあった馬なんですが控えても大丈夫できるようになりましたからね。ええ、ね。それでまあ大外ですからね。うん、そんな無理に行かないでしょうね。はい。 まあ、何か逃がして、外の二番手でも、十分レースできそう,なそうで、ね、そんなイメージですよね、はいえー。キャッツクローに対抗の印、それから黒三角が七番のミッキーマンゴーです。そうですね。まあ、ここを四走でね、二走千二百三使ってきましたからね。あ、はい、三着、五着ですけどね。あのう、大きく空接の鮮度でね。うん、あのう、前が激しくなりますと、出番あるでしょうね。はい。はい これも堅実なんですけどねあと一歩勝ちきれないとすうそんなところありますね、はいえー。それから6番のマイネル・アルティマーです。まあこれも前言ってね、はい、これも大きく全然そう大きく崩れましたけどねなんか一層ごとに走っているようにね交互に3着と凡走と繰り返している感じ今度,は今度は順番からで終わるわですか <laughs> <laughs> そうなりますけどもね果たしてどうでしょうか逃げたときに結構成績いい馬なんですけど、ね、です、ねはい、明日はどんな展開に持ち込むでしょうか。はい え、それから九番パワーローランです。そうですね、まあ、これは、あの、ちょっと、ここの、二層着順悪いですけどね。千二百三十なって、どれだけ変わってくるかですね。はい。えーはい、という、後藤に印が入った池永さんです。では、あ、十レース山吹賞、b ーツー戦のフォーカス見ておきましょう。え、今度は馬たんでの。 狙いということで2番ウィンゴスペルそれから11番キャッツクロー7番のミッキーマンゴー6番マイネルアルティマ4頭のボックス外で計12点外とそうですね結構これ割れ割れそうに思いますきも割れますか、ね、割れ,割れそう思いますんでねはい。池永さんもかなり悩まれたという,、はい、う山吹賞混戦のムードが漂っています、えー、このレースは3時20分のスタートどうぞお楽しみください 明日は小羽のオープン戦が7レースそして3歳のオープン戦が8レースに組まれています7レース小羽の方には、まあ、東高2池重症法を捨てできますしね8レースの方は3歳のオープン1 400m 戦,1400戦、えー、もう2週後に菊水晶を控えているということでねはい、はい、距離も1004ですからこう菊水晶ではちょっと距離が長いかな、ね、あるいはメンバーが強いかなというメンバーが出てくるかなと、うん そうでしょうね。という感じでしょうね。まあ、そんな中で、あのビューティーという馬がね、かなりスピードを生かして、逃げ切るで続けてるんで。んでねはい、この辺りが将来楽しみですね。まあね。短距離だったら、面白いですよね。そうですね。はい、あの金沢でも、重傷で上位に来ていた馬。はいはい、ええー、まあ、この後路線的にね、どうしていくかというところが。はい。あの名前ビューティーなんですけど、ボバなんですよね。そうですね。なので、グランダムにはいけないというところをね。ええー、今日ここまでは、池永さんの解説でお届けしてまいりました。どうもありがとうございました。どうも失礼しました。 そのだけ言えば明日木曜までの開催来週も3日間ですお楽しみに